2021年、京都で100店舗以上のラーメン店を食べ歩いた記録になります。よろしければ最後までお付き合いください。パート9、最初のお店は、京都市伏見区近鉄竹田駅から徒歩3分、中川食堂さん。こちらでは、四川麻婆麺を注文しました。まず目につくのは中央のニンニク。もちろん量は選べます。そしてこちら、ライス、ザーサイ、デザートがセットでついてきます。辛さは普通を選びました。器にたんまり麻婆が入っていて、こぼれ落ちそうです。麺を持ち上げるとよく絡む。辛さも程よく山椒の刺激がかすかにします。味変にはレモン酢をかけてさっぱりといただきます。後半は余った具材をオンザライス。こう言ってはなんですが、私的にはこの麻婆ご飯の方が美味しかったです。しかし一度で二度美味しさを楽しめるそんな一杯でした。続きまして京都市伏見区京阪富士の森駅から徒歩10分、ラーメン金色深草店さん。こちらでは元祖混ぜそばを注文。とても綺麗に盛り付けられたこちらの混ぜそば、見た目では分かりませんが量がとにかく多い。並盛りでもかなりの量です。それでは卵黄を潰して麺とよく絡ませていただきます。ゴロゴロっとしたチャーシューやもやしが麺に絡み、食感がとてもいいです。私の好みはこの混ぜそばにはお酢をかけてさっぱりといただく。ボリュームがとてもあり、味がガツンとくる混ぜそばをお求めの方にはぴったりなお店です。はい、お次は京都市左京区地下鉄東山駅すぐ、いっちゃんラーメンさん。ここではジャークチキンラーメンスパイシーココナッツを注文しました。ジャマイカ料理とラーメンとの夢のコラボ。彩りもとても綺麗。スープはなんとココナッツ風味でスパイシー。麺は普通の縮れ麺。麺とスープが同じ色合いで違和感があるんですが、意外とこれ合うんです。具材はいろいろ入っていて全部は把握できないのですが、チキンのスパイシーさがスープに溶け込んできて後半はさらにうまい。京都で唯一ジャマイカンなラーメンが食べられるお店、気になる方は行ってみてください。本当に美味しいですよ。さてお次は京都市左京区地下鉄東山駅から徒歩15分、中華そばからこさんです。こちらではサービスメニューの唐揚げ定食を注文。まずはセットのラーメン、少し黄色い豚骨スープ、マイルドな味。具材は珍しくわかめが入っており、チャーシュー、ネギ、もやし。麺はストレート中細麺。そして定食の唐揚げがとてもボリューミー。カリッとした衣で中はジューシー。これとご飯がついて810円はお買い得。さらにお惣菜が食べ放題。特にキムチとニラが美味しく、ラーメンにもとても合っていました。がっつりとお安く食べたい方にはもってこいのお店でした。このパート最後のお店は京都市南区京都駅から徒歩10分、京都ラーメン研究所さん。こちらでは醤油豚骨ラーメンを注文しました。京都ラーメン研究所ということもあり、スープは背脂ちゃっちゃけ、醤油が強めのこってり豚骨。麺は中細麺でコシがしっかりとしている。こってりスープがよく絡み美味しい。チャーシューも旨味が濃縮されたホロホロチャーシュー。卓上の辛味はニンニク唐辛子、蓋には激辛の文字が。そこまで辛くはなく、ニンニクの風味がプラスされとても美味しかったです。京都駅の近所で深夜0時まで開いているお店、夜中にお腹が空いたら見てください。最後までご視聴ありがとうございます。京都で気になるラーメン店がある方はコメントください。できる限り行ってきます。